トマス・ハドソンによる、肖像画初代カーゾン施策アシュトン・カーゾンは、イギリスの政治家。1754年から1780年までと1792年から1794年まで、庶民院議員を務めた。第4代順弾シャクサーナサニエル・カーゾンと、妻、メアリー、第2代順弾シャクサーラルフ・アシュトンの娘の、次男として、1730年2月2日に生まれ、 セントジョージ・ハノーバースクエアで洗礼を受けた。1740年から1746年まで、ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、1747年2月6日に、オックスフォード大学、ブレイズノーズ・カレッジに入学、1754年7月2日に、DCL の学位を習得した。1754年イギリス総選挙では、カーゾン家が影響力を有する。 クリセロー選挙区から出馬して、無投票で当選した。クリセロー選挙区における102件の市民借地権のうち、リスター家とカーゾン家が共同で過半数となる53件を所有していたため、同選挙区はニアの海中選挙区であり、以降1774年イギリス総選挙まで、カーゾンは無投票での再選を繰り返した。1六十一年イギリス総選挙では、兄ナサニエルが、 ダービー車選挙区でカーゾーンを推薦しようとしたが、カーゾーンは辞退している。しかし、1780年イギリス総選挙では、リスター家のトマス・リスターが裏切り、ニヤが共同で所有する市民借地権の投票を拒否したため、市民借地権102件のうち53件が投票できず、残り49件のうちリスター家が30件を所有したため、アシュトンは17票しか得られず、 33秒と31票を、エタリスター家の候補2名に敗れた。1784年イギリス総選挙でも同様の結果になったが、ニアは1790年イギリス総選挙までに若い、カーゾンの長男ペン・アシュトンは1790年の総選挙で当選した。1792年にペン・アシュトンがレスター社選挙区の補欠選挙に出馬して、 クリセロー選挙区の議員を辞任すると、カーゾーンは再び出馬して、無投票で当選、以降1794年に助釈されるまで議員を務めた。議会では、トーリー党に所属し、クレンビル内閣期の1763年秋に、チャールズ・ジェンキンソンから政府指示であると評され、第一次ロッキンガム公釈内閣期に、因子法廃止法案に反対票を投じ、 チャタム伯爵内閣期にも野党に同調して投票した。ノース内閣期では、ザ・パブリック・レジャー・がミが1779年に与党側で投票するものの、内閣大臣に賛成できないときは、庶民員を退出することもあると評しており、1780年には、商務庁廃止の採決で野党に同調して投票した。二度目の議員期では投票と演説の記録がなかった。 第一次ショーピット内閣期の1794年8月13日に、グレートブリテン貴族であるバッキンガムシャーにおける、ペンのカーゾン男爵に除された。アディントン内閣期に、首相ヘンリー・アディントンにより、同じく男爵位を所有している兄、ナサニエルを差し置いて1802年2月27日に、連合王国貴族であるバッキンガムシャーにおける、ペンのカーゾン死爵に除された。 パーシバル内閣期に、首相スペンサー・パーシバルに対し、伯爵位家の除釈を申請したが、これは、失敗に終わっている。1820年3月21日に死去、息子ペン・アシュトンに先立たれたため孫リチャードが尺を継承した。遺産は12万ポンドに満たないという金額だった。1756年2月23日、エスター・ハンマーと結婚、1万2条を設けた。 1766年2月6日、ドロシー・グローブナーと再婚に何女を設けた。1777年4月17日、アンナ・マーガレッタ・トレコシック、1804年6月13日没、バーロー・トレコシックの未亡人、アモス・メレディスの娘と再婚したが、二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。